皆さんおはようございます。八戸神風磨が今日の天気をお伝えするよ。まずは横浜のみなとみらい。みなとみらいの天気は晴れ時々曇り時々雨、もしかしたら夜には星が見えるかも。うん、絶好のお出かけ日和ですね。そしてカメラ持った、スマホ、スマホ持った、お財布持った。よし、それでは皆さんこれで大丈夫。楽しく過ごしましょう。おつくまなさきみやびとお出かけ、スターライトフューチャー。お待たせー。待った？君も今来たところ？そっか、ならよかった。今日は来てくれてありがとう。みなとみらいは僕も初めて来るから、今から楽しみだな。それと今日は僕が一日の予定を考えてるから任せて。それじゃあまずはお昼ご飯食べに行こう。僕も朝はフルーツグラノーラしか食べてないからお腹ペコペコだよ。君は朝何食べたの？牛丼？朝からヘビーなものを食べるんだね。大丈夫？この後も結構ご飯食べると思うけど。まあでも君が大丈夫って言うなら大丈夫か。じゃあそろそろ移動しよう。こっちこっち。今から行くところはパンケーキが有名なお店なんだよ。デザート系からご飯系、いろんなパンケーキが食べられるんだよね。僕はやっぱりご飯系が食べたいな。ベーコンとか卵乗っかってるやつ。この後いっぱい動くからちゃんとご飯食べておかないとね。いやー、それにしても今日は晴れてよかったね。天気予報だとこの後曇りだったり雨だったりするみたいだけど、夜は雨降らないといいな。なんでもないよ。お店どこだっけなと思って。ほら、僕ばっかり撮ってないで前向いて歩かないと危ないよ。ほら歩いて歩いて、もう少しだから。今回君と行った場所を Vlog にしてみました。まずはじめに昼ご飯を食べに行ったのがみなとみらいにある JS パンケーキカフェ。ここはですね、前から行ってみたくて、パンケーキがとても美味しいレストランなんですよ。パンケーキといえばスイーツ系を思い浮かべると思いますが、ここのパンケーキはご飯系のパンケーキの種類がねいっぱいあります。なので昼ご飯にもちょうどいいです。桜木町駅からは歩いて8分、みなとみらい駅からは直結していて歩いて1分です。さあ見えてきましたね。反対側ビル2階に JS レストランはあります。外からレストランを見るとガラス張りになってて、とってもおしゃれですね。来ました、 JS レストラン。僕はもうお腹がペコペコです。早くレストランの中に入りましょう。
お店の前に到着したよ。サラダ、ハンバーグ、ラザニア、目玉焼き、もう見てるだけでジュルリ。かわいい看板がお出迎え。内装はこんな感じです。とても落ち着ける空間になっていますね。壁にはパンケーキの作り方が書いてあります。卵入れて、ミルク入れて、混ぜて、出来上がりみたいな感じですかね。違う壁にもいろんな絵が描かれていました。窓際の席からは外の道路が見えるようになってます。仕事ができる人ってこういうところでコーヒー飲みながらパソコンで仕事するんですかね。棚にはパンケーキミックスが売ってましたよ。これね、ちょっと気になりますよね。ジェースパンケーキカフェのメニューです。何があるかな。おー、これは美味しそうだな。いちごとバナナだ。あ、チョコレートもいいね。そしてブルーベリー。お、すごい、カスタマイズできるんだって。悩むな。あ、こっちね、僕こっちが食べたいな。サラダ系とかベネディクトエッグとかそういうやつだ。あ、ハンバーグもね実はあったりするんですよ。いや、お腹すくな。あとちょっと今思ったんですけど、僕取るの下手くそじゃないですかこれ。ということで一覧でした。いただきます。うわー、美味しそう。これは君が頼んだやつだよね、エッグベネディクト。いや、僕もこれね食べたかった。サーモンとか乗っててすごい美味しそうだよね。そしてこちらがですね、僕と君で食べる用のサラダ。ブロッコリーとかレタスとかバジルのお肉もねありますよね。で、これが僕のやつです。でっかいソーセージとベーコンと、あと目玉焼きが乗ってます。美味しそう。で、これがイチゴのルイボスティー。味はねすごい落ち着く味で、匂いがねほんとイチゴの香りがすごくて、熟成ベーコンとソーセージ&フライドエッグのパンケーキー。なんだろう、このアメリカの朝ごはんって感じするよね。めっちゃ美味しかった。ではソーセージからいただきます。あ、すごいテカテカしとる。ほん、ジューシー、美味しいな。さあ目玉焼きを。ああ、緊張するけど綺麗に切らなきゃ。すごい、パンケーキがねすんごい柔らかいんですよ。とその前に、なんで今卵切ったのにベーコンから行くんだ。まあでもね気にしない。そしてお次はエッグベネディクトパンケーキです。サーモンも乗ってますね。なんと豪華4枚重ねですよね。さあこちらも切っていきます。気をつけて、半熟だから気をつけて。おいしそう。待って、めっちゃ腹減るんだけど。僕今すごいナレーションしてるんだけどさ、めっちゃ腹減るんだけど、のもう一回行きたいな。ちょっと行こうかな。
お昼ご飯でね、あのパンケーキ食べたんですけど足りなかったんでデザートも頼んじゃいました。フルーツいっぱいのリコッタパンケーキです。これにメープルシロップをかけていただきます。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。いや美味しかった。パンケーキ美味しかったね。でも僕デザートも食べたからお腹いっぱいで歩くのしんどい。お腹も膨れたところでお次はエアキャビンに乗ってマリン&ウォーク横浜方面に行きます。ここからまた桜木町まで戻るぞ。桜木町駅に戻ってきました。下から見るエアキャビンも迫力ありますよね。ここからエアキャビンに乗ってマリン&ウォーク横浜方面に行きます。君は高いところは怖くないよね。日本初の都市型循環式ロープウェイ横浜エアキャビン、桜木町駅と新港エリアをつなぐロープウェイです。横浜の魅力的な景観を楽しみながら移動ができるんですよ。片道約630メートル、移動時間は片道約5分間の移動です。最大高さは約40メートル、高い。景色見てたら割とあっという間に着いちゃいました。こちら側の景色も綺麗ですよね。帰りにもまたエアキャビンに乗るので夜景も楽しみですね。今から行くマリン&ウォーク横浜には美味しいお店、素敵な海の景色、おしゃれなお店がたくさん集まってます。ペット用品のお店とかもあるのでワンちゃん連れの人もいっぱい。マリン&ウォーク横浜の近くには赤レンガ倉庫や横浜ハンマーヘッドもあるので観光やデートスポットにもぴったりですよ。そろそろマリン&ウォーク横浜が見えてくるかな。マリン&ウォーク横浜では君と一緒にいろんなお店見たりお散歩したいな。好きって言いたいだけど待って、いや心の準備の準備中です。好きって言うけど君は大丈夫かな。お邪魔します、いいですか。パッパラッパッパニャパニャパッパラッパフパフニャニャパッパラッパッパッパパニャパニャパッパラッパ。もうどれくらい立つのかな、ちっとも慣れないダメだ。鳴りやまないドキドキがちょっと辛くなっちゃってんだ。恥ずかしがってる君が好きって私がいらないとかって嘘だ嘘だ信じないから、聞きたくないからちょっと黙ってこの心かき回さないで、君のことが離れなくなるよ。数を数えて落ち着こう。
人でいるための試練、そうだよね。今好きって言いたいだけど待って、心の準備の準備中です。好きって言うけど君は大丈夫かな、お邪魔しますよ。ほら好きって言ったよ、聞こえなかった、君が悪いんだよ、もう言わないよ。嘘って知ってて悔しがっちゃう君を、好きでいてもいいですか。さあ今日こそは果たすのだ、ちゃんと伝える、大丈夫。昨日までの私じゃない、憎き愛を送っちゃうから。ねつまりね、不安は潰して丸めてポイだ、始めよう。大きめの可愛い字幕つけといて、今好きって言いたいだけど待って、や探してるんです、いいタイミング。好きって言ったら私どうなっちゃうの、消えてしまうの。ほら好きって言っても色々あるじゃん、言葉の迷路で審査中です。あっという間にまた明日ってなんで笑えないです。パフパフニャーニャー、パフパフニャーニャー、パフパフニャーニャー、オーマイオー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 。ねえ好き好き大好き大好き超好き超好き、もうわかんないくらい好き。どうして私がいいの、奥まで届けてほしいよ。今好きって言うから好きになって、いや私以上でね、どうぞよろしく。好きって言ったら止まらなくなっちゃった、お邪魔します、いいですか。パッパラパッパッパッパニャパニャ、パニャパッパラッパマリン&ウォーク横浜、楽しかったね。まだ肌寒い季節だけど、外にはストーブが置いてあってあったかかったな。気になるお店いっぱいあったけど、僕の個人的に好きなお店はペット用品が売ってるお店です。あそこにいるといっぱい犬に会えるので、犬好きな方にはおすすめですよ。いっぱい歩いたし、休憩も兼ねて次はカフェに行きます。ここからだと少し歩くけど、港沿いを歩いていくので景色は綺麗です。途中で赤レンガ倉庫も通りますよ。もうすっかり夕方になっちゃったね。君は疲れてない？僕はまだ全然平気だよ。なんならこっからあそこまでダッシュできる。うおー、はあ、全然平気。水。カフェに行く途中、日本大通駅の前、開港広場公園で一休み。噴水がとても綺麗でした。鏡の中から、こんみやびもう少しでカフェに着くよ。ファイト。さあ、見えてきました。お次はこのお店でティータイム。日本大通りにある浜カフェです。日本大通り駅から歩いて4分、
近くにはフェリー乗り場もあるんですよ。浜カフェ看板がかわいい。外にはいろんな置物やコーヒーの写真が飾られていました。デザートや料理をすべて手作りしているのがこのお店のこだわり。一押しはピリ辛タコライス。そしてここはデザインカップ、スタッフさんが丁寧にアートを描いてくれます。それでは店内に入っていきましょう。店内はこんな感じです。置物や絵、本が飾ってあり、とても可愛い。時間がゆっくりと流れてる感じがします。お花が添えられている。今日はね、縫い先も持ってきたんだ。後で出してあげよう。メニューはこんな感じです。君もデザインカプチーノでいいかな。ケーキも美味しそうだよね。店員さんがコーヒーの準備をしてくれている間に、せっかくなので飾られているものを見て回りました。ワインかな、マトリョシカ。このワインは何年ものなんだろうか。オラゲニックウェイン。おい、俺だよ。画面の前のみんな、俺だ。ルイサキだよ。俺コーヒー飲むと黙っちゃうタイプなんだよな。猫だ。あ、クリームソーダ。犬さん、かわいい。恋人の人形、僕たちみたいだね。なんか恥ずかしいな。ごめんなさい。ここにも猫がいる。猫が背伸びしてますよ。かわいい。猫とサボテン。さあ、ここからが店員さんの見せ所。皆さんも何を描いているか当ててみてください。皆さん、そろそろ分かりましたか？ちなみに、僕はもう分かりました。ヒントは、リオが好きなやつ。はい、正解は猫ちゃんでした。そしてこっちは耳が特徴的ですね。
ヒントは今年ですかね。今回はうさぎ。デザインカプチーノが完成しました。猫とうさぎの跡がかわいい。お供としてクッキーと砂糖が添えられています。そしてティラミスとチーズケーキも美味しそうなので頼んじゃいました。ぐへへ、いっぱい歩いたからね。実質カロリーゼロ。僕が頼んだのがチーズケーキで、君がティラミス。何からいただこうかしらね。デザインカプチーノは飲むのがもったいないよな。デザインカプチーノです。猫とうさぎさんです。かわいい。うまいな。僕もデザインカプチーノ作れるかな。そしてニューヨークチーズケーキです。バニラアイスと生クリームが添えられています。ティラミス、こちらもバニラアイスが添えられており、コーヒーとの相性パーフェクト。それではチーズケーキからいただきます。うん、美味しい。バニラアイスもあーむ、うん、美味しい。生クリームにもつけてみよっかな。えい、ハム、おいしい。おいしすぎるな。なんかお皿にチョコとかコーティングとかされてると、ちょっとうまく食べなきゃいけない感があってむずいよねこれね。めちゃくちゃおいしいチーズケーキ、止まんねえよこれ。生クリームだけでもいけちゃう。僕はブラック系のコーヒーは飲めないんですけど、カプチーノにはねミルクも入っているので、子供舌のみやびさんでも美味しくいただけました。アートをね崩すのが嫌だったんですが、まあ仕方あるまいな。ごめんなうさぎ。うん、美味しい。普段インスタントのコーヒーしか飲まないんだけど、違いがわかる気がする。さっき食べてたねチーズケーキとの相性がね良すぎますねこれね。まあでも砂糖入れちゃうんですけどね。甘いのが好きですやっぱり。うさぎー、うさぎー、うさぎ。クッキーもいただきます。ハム、クッキーも美味しいです。いやー、お腹いっぱいだ。ごちそうさまでした。美味しかった。俺もカプチーノ飲みたかったぜ。浜カフェで一息ついたところで、今日一番君と行きたかった場所に行きます。まずは一旦エアキャビンの方に戻ろっか。夜のみなとみらいは昼間とは違った風景を見せてくれます。
みなとみらいといえば夜景ですよね。このエアキャビンは夜になるとゴンドラ内が暗くなって、さらに夜景が綺麗に見えるんですよ。いろんな建物がライトアップされててロマンチックですね。見せたかったのはこの夜景？このエアキャビンに乗って少し歩いたところ。楽しみにしてて。今から行くところもすごい綺麗な場所だから。歩きすぎて足が動かない？もうあともう少しだからさ、頑張ってよ。僕も頑張ってるんだから。わあ、ほら見て、あそこ遊園地とか、あれ船かな。船も見えるよ。あ、ほら見て、暗いけど人が歩いてる。昼に乗った時は5分って短く感じたけど、君と乗ったこのエアキャビンはなんか長く感じたな。もう少しで到着だ。君に見せたかったのは、みなとみらいのイルミネーション。期間中は、道路や公園でいろんなイルミネーションを見れるんだよ。ここがグランモール公園のイルミネーション。青い光が幻想的だ。綺麗。イルミネーションが星みたいに輝いてるみたいで、天気は曇ってるけど満天の星空だね。君とここに来れてよかった。今日は本当にありがとう。君とめっちゃいい思い出作れた気がするよ。
祝福するみたいに瞬いているよ。満点の答えなんてきっと見つけられないけれど、それでいて思える。あの場所で見上げた夜空、僕らが誓い合った言葉、君が笑う僕も笑う、それだけで幸せ。眠れぬ夜に恋をして、今すぐ君に会いに行こう。指先でつなぐ星屑、描き出す夢、形のない光でも君を思うほどに強く見上げれば、あの日見つけた二人星輝く。前回でもきっと言葉にできなくて飲み込んでしまう。何回も何万回でもそっと君を思う心は伝えきれないんだ。あの星が君だとしたら、僕はその隣の星だ。君の名前、僕の名前、あの星に重ねて。眠れぬ夜はいつだって誰より君に会いたくて、もう少し、もう少しだけそばにいさせて。君がこぼした涙も夜空の星に変えてみせる。泣き虫な君の横顔、流れ星流れる。イルミネーション、綺麗だったな。君とみなとみらいに来れてよかった。美味しいパンケーキ食べて、エアキャビンに乗って、マリンウォークでお散歩して、カフェでお茶して、本当に楽しかった。また二人でお出かけしようね。そろそろ帰りの時間？もうそんな時間か。あ、そうだ。君に渡したいものがあるんだ。
ここだと人が多いから、ちょっとこっち来て。今日一日付き合ってくれてありがとう。これ僕からのプレゼント。何が入ってるって？それは帰って開けてからのお楽しみ。喜んでくれるといいな。じゃあそろそろ時間も遅くなっちゃうし帰ろっか。次はどっか行きたいところある？温泉とか動物園とか。ハワイ旅行？僕たちにはスケール大きくない？せめて沖縄とかさ。次はどこに行こうか。夜になるとみなとみらいは光り輝く。その光はきっと未来への思い出になる。スターライトフューチャー、それは星々の輝き、僕たちの未来。Thank you.
皆さん、花咲みやびのお出かけ、スターライトフューチャー楽しんでくれたかな。さて皆さん、ここでお知らせがあります。なんだろうね。ではいきますよ、ドン。はい、花咲みやび誕生日記念2023年のグッズが出ます。やったー。はい、誕生日記念フルセットはこちらとなっております。お出かけアクリルパネル、そしてお出かけ缶バッジ、お出かけカトラリーセット、そしてなんとキョムスズメぬいぐるみキーホルダー、誕生日記念フルセット購入特典は直筆サイン入りチェキ風ブロマイドカードです。皆さんね、これね、ちょっと気になってるものが何個かあると思うんですけど、まあ、一つずつ順番にちょっと紹介していきますね。それではこちらドン。はい、一つ目、お出かけアクリルパネルということで、イラストはタマ先生に描いていただきました。ありがとうございます。こちらですね、お出かけをテーマにしたイラストということで、とてもねかっこよく描いていただいております。はい、こちらお出かけアクリルパネルとなっておりますので、こちらね PC の横だったりとか、添えていただいてね、皆さん、めでてください。よろしくお願いします。では次です、ドン。はい、お出かけ缶バッジです。こちらもイラストは玉先生です。こちらはですね、さっきの、イラストを元に作られております。こちらもね、いっぱい買ってね、バッグとか板場とか作っちゃってください。よろしくお願いします。では次、ドン。はい、こちらお出かけカトラリーセットということで、こちらはですね、お弁当を食べていただけるものです、はい、お箸とスプーンと、フォークがついておりまして、ケースもねオリジナルのロゴで、作られています。はい、こちらもね、ぜひお出かけ、まあ、なんだろうな、キャンプとか、まあ、ピクニックとかでね、使っていただけたらなと思います。もちろん学校とか、職場でもね、お弁当食べるときにこちら持って行っていただいて、ぜひこれでねご飯食べてください。よろしくお願いします。では最後、これです、ドン。はい、出ました、キョムスズメぬいぐるみキーホルダーということで花咲の森のファン待望ですよね、これね。イラストは水谷めぐみさんに、描いていただきました。このイラストを元にですね、まあ、ぬいぐるみ化ということで、はい、もう僕的にも一番これ一押しなんでね、もういっぱいいっぱいキョムスズメ買ってね、バッグとかにつけていただいてはい、よろしくお願いします。では次です、ドン。はい、フルセット購入特典はですね、直筆サイン入りチェキ風ブロマイドカードとなっております。こちらですね、皆さん、直筆サインなんでね、よろしくお願いしますよ。皆さんね、いっぱい買ってください。ということで、誕生日記念2023年グッズ3月3日9時から販売となっております。販売の詳細はですね、概要欄の URL をチェックしてください。よろしくお願いします。皆さん、今日はですね、本当に誕生日のお祝いありがとうございます。まあ、今回ですね、まあ、ちょっと Vlog、まあ、いつもね10分とか7分とか、まあ、結構短い Vlog だったんですけど、まあ、結構ボリューミーだったので、まあ、編集とか、まあ、撮影とかね、やっぱり大変だったけど、まあ、そもそも Vlog っていうのは、まあ、僕がやりたいことでもあったので、まあ、やっぱり撮影だったり編集だったりとかは、まあ、楽しくね作ることができました。これからもですね、やっぱりいろんなところとかにね行って Vlog 撮って、まあ、やりたいなと思っております。皆さんもねぜひ楽しみにしていてください。ということで、本当に今日はありがとうございました。おつみやびー、バイバイ、またね、ありがとう。
皆さん見てくれてありがとうございます。こちらですね、あ、なんか待って待って、ちょっと待って待ってて、今ね、50分の動画見てくれてありがとうございます。こちらですね、3分ぐらいは、まあ21時58分ぐらいまではですねこのままにしておくんで、皆さんねコメントなり何なりをここに書いていただければなと思います。では、お帰りの方気をつけてください。プレゼントの中身は決して家に着いてから開けてくださいね。ではバイバイ、またね、さよなら。皆さん、本当に本当にありがとうございました。では最後にね、この枠も終わりです。ではまた明日、まだねいろいろと明日以降もあるのでぜひよろしくお願いします。花咲みやびをよろしくお願いします。では本当の本当に本当に本当にさよなら。
またね。バイバイ。ありがとう。今日ありがとう。さよなら。